州ニューヨークシスタテンアイランド出身の元プロ野球選手、野球指導者。宇藤右内。現在は MLB のシカゴホワイトソックスで打撃コーチを務める。1993年の MLB ドラフト45巡目でシカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。1994年8月から1995年4月にかけて、 MLB 史上最長のストライキが実施された影響で1995年のスプリングトレーニングにはオーナー側の命令で代替選手として参加。そのためスト破りを行った報復措置としてメジャー昇格後も選手会への加入を認められなかった。1999年にオークランドアスレチックスでメジャーデビューし2001年には 途中から二類のレギューラーに定着して、規定打席にも到達した。トロントブルージェイズ時代の2004年には、投手として登板したこともある。2006年に、ワールドベースボールクラシックイタリア代表に、イタリア系アメリカ人として選出された。2008年に引退後は、ニューヨークヤンキース参加のトリプル A 級。 スクラントンウィルクスバリアンキースでコーチを歴任し、2014年シーズンよりマイアミマーリンズで打撃コーチを務める。2016年はバリー・ボンズ。2017年から2年間はマイク・パグリア・ルーロが打撃コーチに新たに就任したため打撃コーチ補佐となっている。2018年シーズン終了後に同職を解任された。2019年は ホワイトソックス参加のトリプル A 級、シャーロットナイツで打撃コーチを務めた。2020年シーズンからはホワイトソックスの打撃コーチに昇格する。内野ならどこでも守れるユーティリティさを武器としていた。ありがとうございます。